輸送機工業株式会社は愛知県ハンダ市に本社を置く航空機部品メーカーである。スバルの子会社で1917年に創業した中島飛行機のハンダ製作所を前身としている。かつては自動車部品や鉄道部品、鉄道車両、食器、カートレーラーなどの製造も手がけていたが2005年に撤退し、現在は 富士重工業向けの航空機部品の製造、販売を手掛けている。愛知富士産業株式会社設立以前の遠隔については中島飛行機を参照のこと。1977年当時の輸送機工業付近の空中写真。この写真の範囲がほぼ旧中島飛行機、半田製作所本工場の範囲に相当する。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1950年、愛知富士産業に、社名変更したが、愛知富士産業では、愛知は、愛知機械工業、富士は、当時鉄道車両も手掛けていた、富士車両があること、また富士重工業が紛らわしいとの理由で、変更することとなった。将来の鉄道車両、自動車、航空機など、 輸送機械への事業進出などを考慮し、輸送機工業の社名に変更した。終戦後、中島飛行機から富士産業に社名を変更し、輸送機工業の前身が発足した。戦後の物資不足の時代、航空機製造に変わる主力産業を模索する中、各種日用品や綿食器の製造、さらに航空機の製造技術を活かして、鉄道車両の製造、 修理事業を始めることとなった。1946年4月から、名古屋鉄道の千田半田駅引き込み線に修理工場を建設し、潜在車両の修理業務を行った。名鉄車両の修理実績から、同年秋には、運輸省名古屋工機部から、潜在車両の修理を受注し、小塚和駅引き込み線に、車両工場を建設して、潜在車両の修理を行った。 国鉄車両の修理実績は、1947年3月に、国鉄線在客車復旧工事の正式契約受注につながったほか、1951年4月には、木造客車の交代化工事の受注に至った。1949年には、国鉄の申請事業用化車要受注、その後申請冷蔵車、レの受注に成功し、 以後国鉄貨車製造メーカーの一員となる。このほか名古屋市交通局の市電車両、遠州鉄道、三義鉄道、山梨交通、富山地方鉄道等の客車、貨車の製造、修理もいった。1953年8月、アメリカ合衆国は、朝鮮戦争によって被災した大韓民国援助のため、在日米軍調達本部を通して、 韓国向け客車56両を日本国内に発注した。この商談は当時の輸送機工業の年間売上高を超える大きなもので必死の営業活動の結果輸送機工業が受注するに至った。以後、下記に記載する通り多数の輸出向け車両があったが1958年納入のイラン向け郵便荷物車を最後に輸出車両は途絶えた。 この他大国に塩石車70両、パキスタンには無害車75両をノックダウン生産で納入した。これを含めて、総計570両の車両を海外に輸出した。鉄道車両事業は、1950年度から1960年度の間に輸送機工業の売上高の半数以上を占め、1954年度には97.1%を、 占めるに至った。しかし、昭和40年代後半以降、売り上げに占める、鉄道車両製品の割合は急減した。1949年9月からは、バスボディの製造を開始、下乗り合いバスに納車した。以降、名古屋市交通局、名古屋鉄道、新南交通、諏訪自動車等から受注したが、後発メーカーとなったため厳しい競合には勝てず、 1953年10月に撤退した。1959年、国鉄が貨車の発注にグループ制度を採用したことに伴い、輸送機工業は日本車両製造とグループとなり、共同でワム7万計500両の製造を受注した。輸送機工業はこのうち180両の完成車体を製造したほか、同車の部品製造を担当した。 この受注以降、輸送機工業は、車両部品を製作し、日本車両が、最終的な組み立てを担当することとなり、国鉄向け完成品車両の製造はなくなった。1961年には同じく、日本車両製造と共同で、ワム6万系、総計2500両の部品製造を受注したほか、富士重工業宇都宮製作所、 新三菱重工業三原製作所、飯野重工業を舞鶴工場からも、貨車部品の製造を受注した。1972年、日本鉄道車両工業会の提言を受けて、国鉄は、貨車製造メーカーを6社体制から3社体制に、見直した。この結果、輸送機工業は、部品製造のみを担うこととなった。 1955年からはトラック及びバス用、ディスクホイールの生産を開始し、移行順調に売上を伸ばすに至った。1963年、日産ディーゼル工業からクレーンキャリアのフレーム生産を受注し、1966年からは日産ディーゼル工業からクレーンキャリア全車種の総組み立てを受注した。クレーンキャリアの製造は、 後に輸送機工業の主力製品になるまで急成長した。トラッククレーンと同時期にトレーラーの生産が開始され、後に輸送機の主力製品になる。1960年からは集合住宅向け玄関ドアを製造開始した。日本国有鉄道向けに完成車両として納車したものを示す。機動車、客車、貨車、 総計1639両を制作した。ありがとうございます。